じゃあ、次なんですけど、まあ、我々が支援業務やってる中で、地方公共団体の方々からまあよく聞くお話なんですけども、他部局との連携がまあ難しいという話をよく聞きます。聞きますね、これは。はい。で、この背景は、地方公共団体で気候変動適用に関する業務は、まあ、環境部局の方々が担当していることがまあほとんどですよね。で、一方で、気候変動適用の取り組みっていうのは、あらゆる分野にまあ及んでいて、で、それらの分野っていうのは、当然環境部局の人たちが今まで従来取り組んできたわけじゃなくて、まあ、当然農林水産部局だとか、あとはまあ土木部局とか、なんかそういったところが今まで取り組まれてきた部分なのかなと思います。なので適用っていう、まあ、大くくりで言うと、まあ、まずは環境部局の方々が、まあ、担当ということで担われているんですけれども、直接的にはその適用の取り組みっていうのを実施するのは環境部局の方じゃなくて、他の部局の、さまざまな部局の方なので、その他の部局の方々の協力を得ることっていうのが不可欠になるんですが、それをこう協力を得るのがこうなかなか難しい状況らしいんですね。で、なんでこう協力しにくいのかなっていうところは、まさにその価値観の違いというか、そういうところが大きいと思っていて、実はまあ私元公務員なんですけど、その前の職場ではその環境政策を担当する部署にもいましたし、道路を作ったりとか施設を作ったりとかっていう、そういう大きなこう公共工事を施工するまあ部署にもいたんですね。確かに連携が大変なことはすごくよく理解できるんですね。やはりその分野ごとに求められていることっていうのが違うので、なんかこう普通に話してたらなかなかこう分かり合えないっていうのは、ある意味こう当たり前のことなのかなと個人的には思ってます。なので、で、私が、いや、何が言いたかったかというと、いや、だから難しいですねってことが言いたかったんじゃなくて、環境部局の方はその他の部局の人がやはり価値観が違うんだと。だから、とにかく気候変動適用の考え方を入れてください。こう将来的にこうなって、こう予測されてるんだから、押し付けるような感じだと、いや、こっちでは今それよりも住民の方にもっと違うことを言われているから、後回しでいいんだっていう感じになっちゃうので、そこはちょっとお互い歩み寄らなきゃいけないのかなというふうに思うんですよね。なので、その他部局の人が考えている、抱えている悩みとかを理解した上で、なんか一緒に考えていこうっていう姿勢がすごく大事なんじゃないかなというふうに私は思っていてですね。そういう意味で、まあ、大変なんですけど、やはりその他の部局の人がどういう考えにいるのかとか、どういう価値観を持っているのかとか、どういうことを言われているのかっていうのを、しっかり話をして理解して、その思いを組んだ上で、じゃあ気候変動の適用も一緒に進めていくにはどうしたらいいですかねっていうふうに話し合わなきゃいけないのかなというふうに思うんですけど、まあ、それちょっと理想論かもしれないんですけど、そういうふうに思うんですけど、そこら辺は大山さんは何か思うところあったりしますか？そうですね、やっぱり、うん、特に気候変動だと中長期的な、もう10年20年とか30年とか50年とか、そういう視点がかなり大事になってきて、今言われたような、まあ、道路とか、まあ、そういうインフラっていうのは基本的にこう作ったら50年とか80年とかそれぐらいこう持つものなので、まあ、その間に例えばあんまり想定してないような豪雨が来ちゃってこう壊れちゃったりとか、あるいはこうすごく使いづらくなってしまったりとか、そういうことって、まあ、長い目で見ればそのインフラに関わる人たちに損なことだと思うんですよね。やっぱりその視点は、うん、入れ込んでいくことがその土木の部署にとってもいいことだし、市民にとってもいいことだし、うん、っていうことは粘り強く伝えていく必要があるのかなとは思います、まあ、てかこれ公務員だけじゃないと思うんですけど、やはり民間企業でもあれですよね、当然なんか部局っていうかセクションが違うところで何かやろうとすると、やはりちょっと考え方とかが違って、ちょっとうまく協力し合えなかったってことは、なんかこう当然まあ起こりえますよね。そこら辺はまあ民間企業から来ている大山さんとしてはどうですか？そうですね、やっぱり いろんな
部局が私 の, あの民間企業にも ありましたけれども、うん、それぞれこう目指しているところっていうのが違うので、うん、まあ、例えばこう防災のセクションだったら、うんうん、まあ、国の防災の計画とか、あとはこう自治体の防災の計画とか、あるいはこう世界のこう防災の国連の防災会議とか、うん、まあ、そういうところの動きを見て、そこから発想して自分たちの事業を作ってきていることが多いので、まあ、そこの根本のところが異なってきてしまうと、部局間の連携もなかなかうまくいかないということは企業でもよくありましたね。まあ、ただ企業だと進みやすいのは結構偉い人っていうか、まあ、社長とかですね、そういう経営幹部みたいな人がもうこれでいくぞってこう鶴の一声で言ったらこうバッと動くんですよね、結構その方向に。なんで、まあ、ちょっと私公務員の経験はないのでわからないんですけど、まあ、トップが変わると企業っていうのはかなり動きは、うん、早いんじゃないかなっていうのは思いますね。ああ、なるほど。確かに自治体の方々の話を聞いていても、やはりこう上の方々、トップがやる気があったりすると、こう適用をやらなければいけないと思っていれば、多分すごく進みやすいですよね。そうですね。ちょっとこれオフレコになっちゃうかもしれないですけど、元公務員の阿久津さんに聞いてみたかったのは、うん、なんか結構その公務員とかこう官僚とかってこう縦割りですよねっていうのをこういろんなところで言われるじゃないですか、うん、まあ、なかなかこう連携が難しいっていうこともあるのかなと思うんですけど、それっていうのはなんでなんですかね。私がさっき自分の企業の例を紹介しましたけど、なんかどういうところに原因があるのかなっていうのがいまいちピンときてないところがあって、はい、ですね、それは私が思うに、あ、いや、すごいこう納得感が個人的にありました。面白いですね。はい、でちょっと元の質問に戻ると、そう、他部局との連携が難しいという意見なんで、なんか今話している中でこう一つの結論としては、やはりトップの人の役割が非常に重要だということだと思うんですね。上に立つ人というのは特定の分野を所管しているわけじゃなくて、こう全体の、まあ、都道府県なり市町村全体のことをこう考えなきゃいけないわけですから、その自治体のベストを考えたときに、やはり気候変動適応って大事だよねと言ったときに、それに対してこう部局間一致団結してこう取り組もうみたいな、そういうことをトップの人が言ってくれれば、下の人ってものすごい動きやすいですよね。で、なんかそういう事例も全くないわけではなくて、まあ、私栃木県出身でエコひいきするわけじゃないんですけど、那須塩原市さんっていう市町村市が栃木県の中にはあって、那須塩原市は必ずしもものすごい大きい市町村ではないと思うんですけど、市で地域の気候変動適応センターというものを設置されているんですね。で、その設置の立て付けっていうのがすごく素晴らしいなと私は思っていて、その地域の その適応センターの中にもう部局横断的な組織になっているんですよね。本当に環境部局じゃなくて、そういう防災とか危機管理とか農林水産とか、もうあらゆる市の中の部署が、その構成員になってるっていう形になっていて、その仕掛けってこう素晴らしいなと思ってるんです。で、やはりその那須塩原市さんもすごくこう市長のトップダウンというか意欲が高かったというお話も聞いてますんで、やはりこうなんだかんだ言ってもこうトップの方のこう役割っていうのは非常に重要だなと思うんですよね。なのでぜひ、まず進めるためには、まあ、ダメ元でもやはりこうトップに掛け合うというか、トップにこの取り組みをすることの重要性とか意義とかっていうのを伝えるっていうのがやはり大事なのかなと思うんですけど、どうでしょうかね。あ、そうですね、やっぱりトップの方が動くと自治体でも企業でも動きってすごく早いと思うので、うん、まずそこに働きかけて、我々としても働きかけていくっていうのは、うん、すごく大事だなと思いました。で、もう少し長期的な目線で見ると、まあ、例えば市長とか、うん、知事とか、まあ、うん、そういう方も誰に選ばれてるかっていうと、まあ、市民とか、うん、県民とかそういうところにこう広く選んで、いただいて、まあ、その立場に就かれてると思うので、うん、まあ、
長い目で見るとそういう市民とか県民とかこう広い方々にその気候変動の適用っていうのも、うん、まあかなりこう優先的に考えていくことなんだっていう意識が浸透していくっていうのも、うん、長期的に見ると非常に大事な話かなと、うん、思っていて、まあこの YouTube もですね本当にちょっとでも貢献できればいいなと思ってやってるんですけど、はい、そういう意識も適用センターとしては持っていたいなと思います、うん、そうですね。そのなんか市長に訴えるとかトップの人に訴えるっていう時にさっきの話がすごい参考になるなと思っていて、さっきも話出ましたけど適用の取り組みってこう街づくりそのものだとその自治体街をすごく魅力あるものにする取り組みだっていう話がそこにつながってくるかなと思っていて、やっぱりそのトップの方っていうのは市全体のことを考えなきゃ、自治体全体のことを考えなきゃいけないわけですから、でそれが適用の取り組みがそういうところにつながるんであれば、それをやらないっていうのはないよねっていうか、うん、はい、そこをやらないっていうのはおかしいというか、なんかそういうことじゃないのかなと思うんですよね。なので、はい、ぜひこの動画をあれですかね、そういうトップの人が動いてくれないっていう自治体さんは市長に見せに行ってもらえばいいですか、ね、いや動くかな、はい、まあまあそこまでじゃないかもしれないですけど、まあ、まあ我々みたいなペーペーが多分この動画でいくらわーわー騒いでてもダメかもしれないんですけど、いや必要であれば例えばうちのセンターのセンター長とか副センター長とか、まあそういうすごい長年の経験のある研究者が、まあ、全く同じような考えだと思うんで、例えば言ってお声掛けくだされば、そういうトップの人たちに説明に行きますとか、その適用の意義というのを説明に行きますっていうこともなんかできるんじゃないかなと思うので、まあ、そういう意味でもこうなんか気軽になんかご相談いただきたいですよね、そういう点で。そうですね、うん、まあ、適用限定じゃないですけど、まあ、世界でいうとこうグレータさんみたいな方が今こう活躍をされていて、うん、まあ、日本の中でもそういう発想、まあ、気候変動をきちんと自分たちの人生の中で考えていくべきだっていう発想を、まあ、若い世代で集まっても直接こうかなりこう上の、まあ、首相とか何とか大臣とかそういう方にこう訴えるみたいな話もかなり出てきているので、うん、まあ、そういう方法もありますし、まあ、そういうところに、はいはい、そうですね、気候変動適応センターとしてももう長年その分野の研究をされてきた方がたくさんいるので、はい、サポートもしていきたいし、自分たちでも打ち込んでいくってことをやりたいなと思います ね、 そうですね、議論が盛り上がってそれで上を動かすっていう形になったらそれは最高ですよね、うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございます。ということでちょっとすごく理想的なことを言ったのかもしれないんですが、まあ、お互いが対話をするっていうか押し付け合うんじゃなくて相手の考えとかを理解した上でどうやったら前に進めるのかというのをこう建設的に議論できる、まあ、まずは姿勢で臨むっていうことと、そういうふうな議論ができるようにその上の人トップの人がそういう場をしっかり作るというかそういう下地を作るっていうことが、なんかその2つがなんかすごく多部局との連携には重要じゃないのかなという、まあそういう結論ですかね。そうですね、そう思います。やっぱりコアのところはより良い街を作っていきたいとかより良い暮らしを作っていきたいっていうところは適用の人たちにも共通しているものだと思うので、まあ、そこを各に阿久津さんが言ったようなことが実現されていくと良いなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、だいぶ長い実機論してもらいましたけど、またちょっとこういう感じでなんかどっかで、まあ、聞いたような意見とかコメントとかをちょっと取り上げてこういう場をちょっともっと作ってもいいかなと思ってますんで話ができればと思います。はい、ぜひお願いします。はい、ご視聴いただいてありがとうございました。ありがとうございました。